して、ゴールラインを限られた時間に前艇が通過する。その限られた時間というのが、先頭がゴールに入ってから10秒以内に3艇目がゴールすれば、ポイント、高ポイントがつくということになります。さあ、2チーム目スタートしております。さあ、見どころはですね、この狭いコースということになりますので、今皆さんが、ね、いらっしゃるところ、狭いコース、岩場があります。これを3艇が競り合うように漕いでくる。これが非常に見どころとなります。さあ、いろんな作戦を取るチームが出てきます。同じコースを行く、それぞれがバラバラ、いろいろありますね。さあ、ゴールということになりますね。